はい、皆さん、こんにちは、スイカです。やはりもう冬が終わりますね。冬が終わる前に、ちょっとね、このパーティーどうしても使いたかったってことで、まあ、急遽パーティー組んで、これで送ります。そして対戦相手の方は、これ何パーティーこれってか、ナスビさんって前動画化した気がすんだ。ちょっと覚えてないけど、よろしくお願いします。まあ、まずはね、投げつけ猿から行き、で、最後に、まあ、鬼氷、まあ、玉ざらしといったら、このような布陣でやっていきます。よろしくお願いします。いや皆さん、冬は楽しみましたか？いや、僕、春休みね、素直にボードとかしたかったんですけど、勉強合宿が被ったせいで、なかなか日が明けれませんでしたね。まあ、3月とかやったら、まあ、北海道とか行ったらできるらしいですけど、まあ、北海道は僕、冬よりも夏の方に行きたい派なんで、そこはお休みかなって言ったら感じでしょうか。まあ、来年、ちょっとその辺で、パリピブロックかな。よろしくお願いします。さあ、まあ、雪合戦ということで、やっぱ雪合戦で雪玉を投げつけることがね、やはり定石なんじゃないですか。ということで、まず挨拶を投げつける。これ、投げつけざるの投げつけるっていうのが、因果踏んでて面白いですよ。俺は雪玉ぶつけときやお前、あ、すごいこの投げつけるね、お前もか。あはははまず、名刺交換していくさて、まあ、気合舐めしていきましょうか。まあ、気合舐めっていうのは世の中大事なんでね。気合舐めで、まずは張り切っていく。あ、雪玉のエフェクトが、投げつけるのエフェクトがさ、これちゃんと雪玉になっててよかったですね。たまたまやと思うけど。まあ、唯一投げつけるのエフェクトに合致しているポケモン、それが投げつけ猿です。まあ、ここは、当て身投げでいいか。まあ、投げることがこいつ脳がないんで、投げていきましょう。悪巧み、なるほど。マイツさんを積んできましたね。しかし、この投げつけ猿の、この、当て身投げ、張り切ってる時は結構痛えぞ。そんなことなかったわ。当て身投げってどういう効果でしたっけ？なんか必ず当たる効果でしたっけね。だからそんな感じの効果だった気がする。うん、解放者。大変これ。これ耐えへんかったら、結構後ろに、やばいな。え、やっと覚えて素早さいくつ調べていいですか？77か、OK。鬼氷いきます。さあ、雪玉として、転がってこい！お前、転がるって、お前、転がるって言うの、唯一こいつ、教えません。転がるって技、これ、卵技ですからね。誰が好き好んで、この転がるって技を遺伝させんねん。俺しかいい日んやろ、こんなんもう。これ、メトロノーム型、鬼氷です。雪玉をね、忠実に再現していったっていうのは、そんな感じです。メテロ何するんかな、こいつで。レート3桁のメテロって何してくれるか全然想像がつかない。で、ちょっと、裏っ気にしてしまうと、あまりにも、ユーザー方に、ヘイトを集めるということで、今回、ちょっと急遽変更しまして、精神力を作ってみました。まあ、精神、ん？まさか。まさかだと思うが、君も転がるをする準備をしているかい？まあ、しかもリミットシード解けたし、あれ？ちょっと嫌な予感がすんな、これ。コンペイトーで転がってきたら痛いに決まってるやん、そんなもん。わあおー、あ、結構食らうな。おー、おーしおし、いいねおー、まあ、こんな転がるで転がり合う試合とかそうそう見てないぞ。とりあえず、この岩タイプポケモンにもこの氷タイプのポケモンが貫いていく。やっぱこの鬼の角がね、やっぱ転がってると痛いよな。わかるで。人手マン、さすがに、人手マンの方が早いかな。ちょっとその辺がよくわからんけど、まあ、抜いて、あ、しよしよしよし、これは勝ったんちゃうか。どうやら、鬼氷さんは雪玉として活躍することが一番似合ってるらしいですね。対戦、ありがとうございました。あ、いい感じにちょっと雪玉として活躍してくれましたね。はい、ソータさん、対戦よろしくお願いします。なんか、どんぐりコロコロしてますね。なんか、秋統一って感じですね。この熊さんとか、どんぐりとか、この芋虫とかね。いやー、これは冬対秋対決ですね。やっぱ皆さんは、秋の方が好きですかね。紅葉だのとか、食べ物も美味しい時期ですし。で、別に気候もそんな暑すぎず寒すぎずで、ちょうどいいっておっしゃる方々が結構いそうですよね。まあ僕はね、やっぱり、冬好きを増やすために、全力で、まあ皆様方に、まあ、宣伝をしていけれたらと思いまして、まあ、とりあえずこのような布陣で行きましょうか。いや、待てよ、ここ先発雪わらしから行こう。雪かぶりから行って、そっから、ワンデキが、この、あられかの中で雪合戦をしていくという、このね、冬を連想して、相手を一網打尽にしていこうかなと思います。で、宣伝です。
あの、3月3日、長野大会開きますんで、ぜひとも皆様参加してください。で、あの、大会参加者の中で、自分の使ってるポケモンが3匹以上、ダブっていなかったら、その、被っていない方のお住まいの地域に、私、スイカがオフ会で出張するという権利が、あなた方に握られます。オフ会する機会はね、日はね、あの、皆様方でね、なんと自由に執行することができるっていう、そういう権利を皆様に差し上げますので、ぜひとも、大会ご参加、検討してください。さて、まずは、やっぱ冬はね、猛吹雪にしていかないといけない。ここは、粉雪。おー、いいですね、やっぱこの時期。まあ、3月14日だっけ？まあ、そんな曲がそろそろ卒業式とかで歌える。あ。粉雪で、なんで晴れてるねん。風情がないやん。もう、やめてくれ。やめてくれ、ほんまに。お前、これじゃ雪合戦ができない。雪が溶けてしまう。あかん。あかん、季節が、冬から一変して、夏に変わってしまった。待って。これは、ちょっと待って、ここワンデキに交代。そして、ちょっとここは、あの、冬にしないと、私、スイカ、ちょっと心許さないので、ここを、もう一度、あの、雪かぶりバックするか、非常に迷うところ、うん？迷うところでもございますが、おっと、虫 Z が来たな。いや、さっきね、なんかヒードランが虫 Z してきてびっくりしましたね。あのポケモン、いや、見た目が虫なだらけあって、押し技で虫食い覚えるらしいっすね、あいつね。今度サークルとかで問題出そっかな。あ、ヒードランって実は、この中で虫食いを覚えないポケモンはどれだっていう感じの問題にして、それでヒードランそういう解いたら、それに引っかかりやから絶対出てきそうだから、そういう問題とかちょっと作ってみようかな。面白そう。さて、じゃあ挨拶の投げつけていきましょうか。まあ実は夏でもね、あの溶けない氷っていうのはね、世の中には存在するんですよ。おらー、なんかもう初中見舞いになって、かき氷を差し上げましたみたいな感じになってるけど、別にそんなつもりはないからね。全然そんなつもりないから。ちなみに、畑落とすしたら、これ、鱗粉発動してさ、これ畑落とす適用外とかってなるんですかね。いや、わからないですけど、なんかそんな気がしなくもない。やっぱりそうや。皆さんまた賢くなりましたね。こう、鱗粉は畑落とされないっていう、まあ、粘着みたいな感じの特性ですねって思ったけど、虫 Z やったわ。そもそも虫 Z やったわ。待ってみだけでいいか。うん、そもそも論。うん。まあ、このワンデキ、投げることにね、特化してるんで、やっぱあの、甲子園球児としてね、やはりこう、腕を鍛えていかないと、やっぱ夏の甲子園って言えば一番盛り上がりますからね。この炎天下の中で、このチアリーディングをね、見ながらね、楽しんでいったりとか、あとは、そうですね、その観客とかの、この汗ばんだ表情とかをね、まあ、楽しんでいくっていうのが、やはり楽しみなんじゃないですかね。まあ、ここは、そうやな、まあ、適当に、あ、で、みんな、あ、畑取ってるか。タスキ潰し、まあ、なんか、あの、持ち物が分かったりするし、畑取って、種マシンガンいいっすね。種マシンガンでいいですね、何が。種付けされていくさて、まあ、それは、いいや。ここは、晴れたことだし、じゃ、やんだことだし、玉ざらしから行きましょうか。まあ、タイプ相性は、確かに非常に、あ、悪いですけど、やっぱ雪玉の神風特攻でですよ。当たっていくだけでの精神でね、ここはね、アイスボールで、まあ、この花をワンパンしていくと。しかもこの玉ざらし、最速でございます。エースぶっ発、猟奇最速です。まあ、これでこの花を抜かすことができたら、ま、完璧って言ったような、そんな感じですかね。おー、なんだかんだこのパーティーのレート800いくかなって思ったけど、900前半でとどまりましたね。で、なんかさっきからレート700体めちゃくちゃ当たんねんな。これレート700体とか、多分この方に負けた瞬間、多分僕800体に転落する。お、いいね、弱っ、え、弱っ。うせえ。これ丸くなるしても、相当食らわへんぞ。うわ、強っ。お前、タネマシンガの一発分ぐらい食らってるぞ。どうしようもねえ、これ。あ。イカ様、ズルされちゃいましたね。この、アイスボールを外すことを、見切って、これ、アイスさん、外し読みで、完全に仕掛けてきましたね。ここ転がるにしよう。そう、この玉ざらしってポケモン何が強いかというと、この転がると、アイスボールとバルクナの両方両立することができるっていう、神ポケモンなんですよね。
これがものすごく評価できるポケモンでございますね。うん。いや、よく頑張ったぞ、玉たらし。なんだかんだで、鬼ゴールよりも活躍できてたんちゃうかな。さあ、ここはもう、やはり、ここは粉を下して、3月14日も、皆さん、レミオロメンは粉雪を歌いましょう、卒業式は。はい。まあ、あとは何歌うんやろな、卒業式っていうと、あいう歌とか歌うん。これ全然覚えてないけど、その辺の曲とかを皆さん歌いますよね。まあ、ぜひとも皆さん、卒業式ですけれども、失恋曲を歌ってね、高校、大学、中学、まあ、それを名残惜しい思いをしながら、皆さん、卒業をしていってください。ということで、てかさっき相手何してきた全然見てなかった。なんか攻撃外したの覚えてるけど。イカ様、おう、別に雪隠れとかちゃうねんけどな、こいつ。じゃあ、さよなら。この花、卒業、おめでとう。ということで皆さん、もしこのパーティー気に入りましたら QR コードを載せておきますんで、使ってみてください。もう冬がそろそろ終わりますけれども、ありがとうございました。